音楽という芸術を広くアマチュアにも演奏できるよう創作曲の普及を念願とする昭和62年度の笹川賞創作曲入賞式が5月14日笹川記念会館で行われました。昭和62年度笹川賞創作曲の入賞曲入賞式の方から始めさせていただきたいと存じます。合唱曲吹奏楽曲ともに数多い作品の中から厳正な審査を経て今日の発表になったわけであります。本日のこの栄誉、これがいわゆる卒業ではなくて現時点における栄誉の表彰であります。笹川賞厳正な審査の結果キャンパスマーチを作曲した千葉県市川市の会社員坂本聡さんが吹奏楽曲部門第1位に、眠る子を作曲した東京都練馬区の作曲家淳弥一さんが合唱曲部門第1位に輝き、笹川会長より賞状と金一封が授与されました。今日のその皆様方は作曲家としてですね、もう以下を成している方々ばっかりでございます。今まではどちらかというとですね、ちょっとこう訓練すればできた程度の作品だったのが、最近ではもうレベルが上がりまして、本当に一家を成している方たちでなくちゃ到達できないような、賞に入らないようなレベルになりました。これが我々にとっても嬉しいことでございますし、また日本の楽団にとっても素晴らしいことだと思います。人間にとって、何が一番困るかというとですね、耳と目を怪我されることが困る。それを耳と目をですね、これをきれいにしてあげる、それで楽しませるということが人間にとって一番大事なことでありますから、今後ともですね、しっかりして勉強してくださることも大変申し上げます。この度のこの栄誉あります笹川賞受賞に対しまして、名誉会長先生並びに挑戦される方から私どもに非常に身に余るほどの、お祝辞をいただきまして、一度心からお礼申し上げますと同時に感激を新たにいたしました。謝辞の後、入賞者を代表して柴田典子さんから感謝の花束が笹川会長に贈られました。